はい、今回のホテルルームツアーは京都嵐山にある高級ホテル翠嵐ラグジュアリーコレクションホテル京都。今回は赤時つゆというスイートルームをご紹介します。で、翠嵐なんですけども、私自身このホテルの大ファンでして、その理由はこのホテルがパワースポットではないかなと思ってるからなんですね。まあ、泊まるだけで全身が癒されるわけです。で、このホテルの中でも私が一番好きなお部屋がこの赤時つゆになります。こちらがベッドルームになりますけども、キングサイズのベッドが1台京畳の上に置かれております。とても落ち着いた雰囲気の寝室ですね。液晶テレビがこちら、そしてクローゼットがこちらになります。開けてみましょう。非常に広々としたクローゼットなんですが、ラゲッジラックが下にあります。開けてみますと赤と青のですね、浴衣が入っております。とても可愛い浴衣ですね。バスローブもかかっております。では、リビングルームを見ていきましょう。このスイートルームは畳敷きになっておりまして、モダン調を取り入れた和室になっております。とても広々として趣があるお部屋ですね。黒塗りのテーブルに3人掛けの大きなソファ、そして1人掛けのチェアがあります。こちらがお部屋の前景です。まずはこの黒いタンスのようなですねボックスを見ていきましょう。上には日本のミネラルウォーター、そして日本茶を入れるための茶器、そしてカプセル式のコーヒーメーカーがあります。右下には冷蔵庫、シャンパン、ワイン、ビールなどが入っております。こちらを開けますとティーカップのセットに湯沸かしポットが入っております。一番右の上側を開けますとグラスやミニボトルなどが入っております。その下はセキュリティボックスですね。テーブルを見ていきたいと思いますけども、テーブルの上にはフラワーアレンジメントとお茶菓子、フルーツなどが置いてあります。非常に高級感がありますね。液晶テレビはこちらになりますが、その下にですね、BOSEのサラウンドシステムが入ってるんですね。Bluetooth で接続して音楽を楽しむことなんかもできます。このソファの後ろには大きな、障子がありまして、ここを開くとですね、翠嵐の中央のお庭にある大きな赤松がですね、大迫力で見えるわけですね。このお部屋は2階にありまして、窓の向こうはちょうど翠嵐のレストランになります。あとこのお部屋にはですね、もう一つ小さなですね、フローリングのリビングがあります。この赤いソファーでですね、日向ぼっこをしながら嵐山の山の山を眺めるととっても癒されるんですね。ではバス周りを見ていきましょう。まずシャワールームですが、大理石とガラス張りになっておりまして、かなり広々としております。レインシャワーも完備されております。続いて洗面台周りですが、このもみじ柄のですね、小さな手鏡、京都らしいですね。ルメドーという高級ブランドのアメニティ、そして翠嵐のオリジナルの柚子石鹸、こちらはアメニティボックスです。では、温泉露天風呂を見ていきましょう。この扉を開けますと、その向こうに、湯船があります。ヒノキと石造りによる湯船、非常に高級感のある香り高いお風呂ですね。この温泉は低調性の低アルカリ性温泉、サラサラで、非常に気持ちのいい温泉になります。この湯船に立つとですね、すぐ向こう側に嵐山と保津川が見えるんですね。もうこの景色はご覧の通り絶品の一言になります。お楽しみいただけましたでしょうか。今回は翠嵐ラグジュアリーコレクションホテル京都のスイートルーム赤時つゆをご覧いただきました。マイラズ TV ではこれからもホテルの楽しむ方法を配信していきます。ホテルの楽しみ方を知るチャンネル、マイラーズ TV、 ぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。